さあ、それではまず刀剣の前に真正面に座るようにいたしましょうか。はい、どうぞ。緊張しなくていいよ、いいよ、言っていいよ、言っていいよ。さあ、登場シーンからでございますね。そう、真ん前にまず座りましょうね。はい、では刀に対して見せてくださいということで一礼。そう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 。さあ皆さん、今気づきましたかね。髪の長い方だとお辞儀をした時に崩れる、もしくは刀剣についてしまうということがたまにあります。ですので髪の長い方は髪を束ねておくといいかもしれないですね。今日ヘアゴムはありますか？持ってないですか？じゃあ僕のちょんまげのこのヘアゴムをお貸ししましょう。すい、はい、秘密兵器ヘアゴムでございます。さね、でもやっぱ髪の長い方多いですからね。そう、あのね、気づいた時にそういうのはしっかりやればいいお話ですので、あの今回もこれでも大丈夫です。さあ気を取り直して刀に一礼いたしましょう。はいはい、では右利きですか左利きですか？左利きです。はい、では右手で中子を握って、はばきが落ちてこないように親指で下から支える。で左手に布を乗っけて、ふくさですね。で親指は必ず開いておいて刀身に添えると。はい、でゆっくり持ち上げて姿勢を正す。そうです、上手。あ、綺麗ですね。はい、で光が当たってると思うんですが、光の当たっているちょっと奥、ちょっと手前というのを鑑賞のポイントとしましょう。どうですか、白いあのモヤモヤね、見えます、波紋。うん、とあの、なんだろう、波紋と地肌の間のブツ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 した様子あるの分かる？それね、そう、それが匂い口っていうところで、あのそのブツブツは結構荒いのね。なんで荒煮えでもいいんだけど、うん、あの煮え歴と呼ぶようにしましょうか。そう、じゃあね、地肌どうだろう、それ結構白いさ、線とかさ、ブツブツいっぱいあるでしょ。 なんか模様みたいな。そう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 、それが肌の様子で、鉄をどう折ったかの折り筋なんだね。うん、じゃあ今度帽子見てみましょうか。はい、長くて大変だから右肘をちょっと引いて、お腹切らないようにしてて、自分の見やすい位置で、そうですそうです、そう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 。でも帽子見える？見づらい？でもなんか切っ先の中に何かこう波紋のね、延長みたいのがあるの分かるかな？はい、お、じゃあね、また普通の格好に戻ってもらって、反対側の様子見てごらん。反対側を見るときは切れない側を下にしてひっくり返しましょう。そうそうそう、ゆっくりでいいよ。で手を順手に戻して、はばきを下から押さえる。そう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 、そうするとあのさっき見ていた側とちょっとね、様子が違うところとか、あ、なんかここ綺麗みたいなのがたくさん見つかってくると思います。はい、では今度は奥、お作法やってみましょうか。はい、では歯をまた左側に向けていただいて大丈夫かな。そうそうそう、では順手に戻す。はい、ゆっくり枕の上奥。はい、で布は刀身から外して、刀はゆっくり着陸する。そう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 、で今度は見せてくれてありがとうございましたと一礼。そうですそうです、はいはい、大変よくできましたね。はい、どうもう一回やる、やってみる、怖い、はい、投資で、あれ今僕の解説が入ってたから、さあこれでできるかどうかね、やってみましょうか。はい、はい、ではさっきのね流れを一連でどうぞやってみてください。はい、どうぞ。
はい、大変よくできました。はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様でございました。お疲れ様です。どうでした、初めて持ってみて。最初の方は結構緊張したけど、うんうんうん、なんか持った時になんかいろんなのが見えたりして、あ、肌とか刃文とか帽子、そうね、あ、それが見れれば合格なんだよ。そうなんですか。そうだって、本で見てきたものがちゃんと自分で実物見えてるんだから、それでいいんです。はい、あれ、これは僕が指導が上手だったってことでいいかな、これは。そうですね。もう、そんなことないよね、頑張ってるからちゃんとそういう風にできるんですよ。そうだからね、あの皆さんね、初めて、持つっていう場合には、うーん、ね、今日みたいにあの、こ怖いなとかあると思うんだけど、持ってみるとやっぱ綺麗でしょ。はい、綺麗でした。そうそう、それをね、分かってほしいので、あの、実際に持ってみようっていうことをね、進めたいんですが、なかなかそういう機会がないもんね。そうですね。だからちょっとうちの場合はレアケースになるかもしれないんだけれども、あの、いい経験ができたね。はい、あ、よかったよかった。じゃあまたなんかね、わからないこととあったらぜひ遊びに来てください。はい、大丈夫、来てくれるかな。はい、来ます。あ、本当ありがとうね。動画を見て勉強になった、興味を持ったという方はチャンネル登録、いいね、高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いいたしましょう。あなたに届け、刀の思い。あ、僕コールするの初めてです。もう一回言いますね。あなたに届け、刀の思い。バイバイ。テフチョンテフチョン、バイバイ。